Recording in progress。 こんにちは。子どもアート講座。今日は果物を加工編です。いちごやバナナをよく観察して水彩画で描いていきます。はい、バナナ。まずはこのバナナを観察していきますけれども、はい、クイズです。バナナのお尻はどうして黒いでしょうか？はい。枝から、この部分、もいだから。はい。花が咲いていたけれども、ここから落ちてしまったから。はい。虫が食べたから、甘い蜜でもここから出ていたんでしょうか。はい。あとは、地面で身を支えていたから、この部分がこう地面にくっついて、身を支えていたでしょうか。はい。では、正解は、花が落ちたからでした。はい。では、見ていきますね。どうして花が落ちたのか。はい。バナナの花を見たことある人は少ないかもしれないんですけれども、はい。このような形で、とてもたくさん実が一気になるんですね。はい。これが、また大きくなると、こう、たわわに実が実ります。はい。こう、バナナがこう、上を向くように、たくさん、連なっています。では、この花から、こう、実になる間はどうなっているかというと、はい。花の、この付け根のところが、はい。こう、実になっていくんですね。はい。なので、この、花のところが、こう、ここに相当して、落ちていくと、ポロッと取れて、黒く、変色していきます。はい。バナナ。はい。さっき、こう、付け根のところ、とても重たい実を支えて上に向いてましたけれども、この支えているところも力強いんだろうな、とか、花が落ちたから黒いんだ、っていうふうに、植物がこうどういうふうに育っているのか見ると、またその形も、もっと、こう、わかり、理解しやすくなるかなと思います。ではですね、今日はデッサンというものについて少しお伝えします。これは絵を描く人が、絵描きさんが、例えば学校で勉強しようって言った時にこう試験を受けるんですけれども、その基礎になるものです。描き方の基本だというふうに言われています。このデッサン、どんなふうに要素で描いているのかと言いますと、まず形、丸いのか、四角なのか。で、次に影ですね。こう、明るいところと暗いところがあって、それがどうなっているのか。明るいところと暗いところを描くと、そのものの、膨らみだったり、凹みだったりを表現できます。あとは質感といって、ザラザラなのか、ツルツルなのか、触った時にどんな手触りなのかも、デッサンで表現します。はい、今日はこの中で、こう、二つ。形と影について、はい、一緒に勉強していきます。はい、まずは形から。では、こう、バナナを見ていきますけれども、ポンと。はい。四角く補助線を描くと、形がとても見やすくなると思います。細長い四角の中に、こう、点とバナナがいますけれども、だいたい一番下の真ん中のところが、地面にくっついていると思います。はい、そこから左端のところはこう三角形ができるようにキューッとここでお尻が終わっていたり、逆に右側はちょうどバナナのこの実の部分、食べるところの終わりがちょうど右側でこのぐらいで終わっています。はい、あと右と左の出っ張りを見ると、右側のこの肩みたいなところが、ここのあたりで一番出っ張っていて、そこからキューッとカーブして、この支えてくれる、はい、軸のところがあります。はい。こう描いているときに、なんかこのカーブがすごく、V 字型で、鋭くなっちゃったなとか、バナナこう描いているときに、あれ？なんか同じぐらいの太さで描きたかったのに、細くなってる
とかそういう時もあるんですけれども、こう補助線があると、この一番真ん中のところと少し三角形があってちょっと降りたところ、ここからここまでをこれぐらいのカーブでつなぐんだとか、はい、そういうふうに形を取りやすくなります。バナナの形にも注目するし、バナナの四角形と合わせた時の残りもどういう形をしているのか見てあげると、はい、バナナがより形として取りやすくなります。この上の出っ張りの部分も補助線を引いてあげると、あ、これぐらいへこんでるんだっていうふうに、はい、見やすくなるかなと思います。はい、じゃあ次に影に行きます。影、バナナに上から光が当たっているとすると、はい、まず一番明るいのは一番上ですね。上から光が来ているので、はい、あともう一箇所、はい、次に明るいところがこの一番下のところですね。はい、実はこう白い、面に置かれていると光の反射が来て少し明るくなるんですね。はい、で3番目はこの部分ですけれども、ここは暗くなります。上からの光も来なくて、下からの反射もあまり来ないので、はい、出っ張っているところ、この影になっているところになります。はい、じゃあ、あと、イチゴも見てみますけれども、はい、モノクロにするともうちょっと影が見やすくなります。はい、はい、上からこう光が来ていて、暗くなっていて、ほんの少し下のところが明るかったりすると思います。このイチゴも少し奥なのでボケてますけれども、この辺りが一番暗くなってるんじゃないでしょうか。はい、イチゴいくつかこう描けるといいと思うんですけど、手前にあるイチゴはしっかり輪郭が見えていて、あ、奥にあるものはこうぼやけて描くと、遠近感が近いのと遠いのもこう表現できていいかなというのもあります。はい、イチゴの光、つやっとしたこの種の周りの丸いところが丸く光ってたりとか、はい、そういうところも細かく見られるかなと思います。はい、では影について、影の色って何色でしょうか。はい、だいたいみんなこう見てると思うんですけど、グレーじゃないの、黒色してるんじゃないのって思うでしょうか。はい、この人の影もそうだし、光が当たった時のこの人も、ズボンの前のところ、靴の前のところが暗くなっているので、はい、影になっているところだと思います。はい、では今日一人紹介したい作家さん、絵描きさんがいるんですけれども、クロード・モネという人です。100年ぐらい前の人で、こう日本人に特に人気のある作家さんだと思うんですけれども、こう睡蓮の作品も有名ですが、他にもいろんなものを描いています。光の画家とも呼ばれていて、屋外の美しい光を画面の中にたくさん取り入れて描きました。はい、このモネさんなんですけれども、一言、今私が見ている色は私にしか感じられないのだというふうに言って言葉を残しています。こう色、みんな見てる色一緒じゃないのって思うかもしれないんですけれども、こう今その瞬間、その人が見ている色というのは、あ、その人にしかこう分からないのだという言葉です。では実際にモネさんが描いたものを2つ見ていくんですけれども、もう1つがこう藁をたくさん積んだ積み藁と、もう1つがルーアン大聖堂という教会です。それぞれこう1つのモチーフを何枚も絵を描くように、はい、なりました。ではまず積み藁の方ですけれども、はい、いろんな色が入ってますよね。光が当たっているところと、あと影の色も、ここは水色がかっていて、少し紫がかっていて、また青みがかっていて、紫色があって、ここは結構濃いグレーが入っていて、紫色があって、こう赤い色が入っていて、はい、この時間帯によって、いろんな影の色が
あるんだなっていうふうにわかると思います。炭わらはこう一色の色しか、黄土色のわらだと思うんですけれども、光の当たり方、時間帯によって、モネさんには、これぐらい違う色がもっと似合ってるんじゃないか、こういう色に見えるなっていうふうに感じているんですね。ルーアン大聖堂も一緒です。はい、大体みんな同じ角度で、同じコースで描いてますけれども、時間帯によって、グレーで、統一している時もあるし、もっとこう朝か夕方かピンクがかっている時もあったり、はい、あとは本当にこうお昼明るい時はより白が際立っていて、でも影は青色が入っていたり、はい、いろんな色が使われています。では、今日描く越後もこう例えばどうなっているでしょうか。この下に落ちているイチゴの影、もしかしたら少し、赤い色が反射してピンクがかってるかもしれないです。あと、イチゴの種もこの部分の色とこっちの色とこう違って、よく見るといろんな色が入っているかもしれない。明るいところもあるし、暗いところもあるし、はい、よくじっくり見て、本当に机に頬をついて観察してもいいんじゃないかなと思います。では、ここからは制作タイムになります。バナナを大まかな形で描いた後に補助線を引いていきます。バナナの大きさは実物か同じぐらいか、もう一回り大きく描いてもいいと思います。この中にバナナを入れた時にどこに接点があるのか、基準となる線を取りながらつないでいきます。バナナは先っぽはすぼまってますけれども、食べてるとわかると思うんですが、だいたい同じぐらいの太さが月のようにあるのかなと思います。形が取れたら補助線は丁寧に消してしまいます。そうしないと後で絵の具をのせた時に消えなくなってしまうからです。バナナも黄色色が薄いので薄くしていきましょう。イチゴはヘタの部分がどっちを向いているのか分かりやすく書いておくと後で迷わないと思います。遠くにあるイチゴは少しぼんやり描こうかなって思っています。最初に水をたっぷりのせます。影になるところもはみ出してしまって大丈夫です。暗いところを意識して先にのせます。イチゴは内側の色がこう薄い白だったり黄緑色があるので、下地の色として黄色を塗りました。はい、バナナを伸ばしていきます。影になるところに濃い黄色を置くようにしています。バナナをよく見るとまだ青いところがあったりすると思います。大体日本に送られてくるバナナは緑色のうちに刈り取られて、はい、熟すんですけれども、はい、見えた色を誇張してのせていきます。はい、もう一回バナナの影の濃くなるところには濃い色の黄色を混ぜて、あともっと濃くしようかなって思ってオレンジ色にしました。オレンジ色見えないかもしれないんですけれども、はい、ちょっと美味しそうな、
マンゴーみたいに美味しそうな感じになったらいいなと思ってオレンジをのせました。あとは影のところに紫色を使っていたりします。紫色には見えないかもしれないんですけれども、その色がこう入っていると黄色が引き立って綺麗かなと思って紫色を入れています。いちごは真ん中が強くなって輪郭に近くなる縁の方に行くほど色が薄くなるようにして立体感を出そうと思っています。先に色をのせてから後で水がついた筆で周りをこうくるっとなぞってあげると、はい、周りの色が薄くなって真ん中が濃い色にしやすくなります。はい、縁をちょっと拭いてあげるとふんわりとした輪郭ができるのでティッシュで拭いてあげました。続けて中心をもっと濃くするために赤い絵の具を足しています。はい、ここでお塩を薄味目で巻きました。はい、いちごのボツボツとした感じが塩の表情で出るといいなと思って巻いています。はい、乾きました。はい、続けて立体感が出るように影のオレンジ色を少し濃くのせました。バナナが置かれているところの影は一番暗いので、はい、紫色をしっかり濃く入れています。はい、少し暗い色も入れましたけれども、影になっているところ濃い、紫色だったり黒と赤が混ざったような色で暗くしています。はい、イチゴの影はこうピンク色を使って、はい、下は黄緑から緑色の色を使っています。下がどっちを向いているのかでイチゴの向きが決まるので、はい、よく見て入れていきます。影はだんだんと消えていくのでティッシュでこう少し拭いてあげると影が突然終わらなくってふんわり終わって本物らしくなります。絵の具がのりすぎたところはスポンジやメラミンスポンジでこすってあげてふんわりさせます。はい、お化粧のアイシャドウのようにラインを入れたり、あとはバナナの傷がついているところも、はい、紫色の絵の具で少し入れました。多分傷がないバナナってあんまりないんですよね。
般の緑色を影のところに使ってもいいかなと思います。赤と緑が反対の色なので濁るので暗い色を出しやすいです。続けていちごはボツボツした表面をこう出していきたいので、細かい筆でトン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 絵の具を置いていきます。終わりになればなるほどあまり水っぽくない絵の具、チューブから出して少ししか水を入れない絵の具を使った方が、描きやすくなると思います。細かい点を描きやすいですね。最後まで水がたっぷりだと絵の具がこう混ざって流れてしまって点々を出しづらくなってしまいます。ここがだんだん丸みが出てきたのではないでしょうか。最後少し水の筆で拭いたんですけれども、絵の具をたっぷりつけた筆を叩き合わせて色を飛ばします。バナナはこう果汁がジューシーに滴るわけではないんですけれども、こう動きを出してちょっと南の島のような雰囲気を出しています。あとは少し細かく描くところですね。光っているところを白い絵の具を本当にほとんど薄めないで入れていきます。輪っかになって白くなっているところもあったし、少しだけキラッとしているところもありました。よく見て細かく白くを入れてあげるとキラッとした宝石のようなイチゴができると思います。縁を少しこすってあげると輪郭が柔らかくなるのでふんわりしたこう丸みを出しやすくなります。絵の具がバチッと割ってしまうとぺったりと平面っぽい感じになってしまうので、そこを最後気をつけていけたらいいかと思います。では完成した図はこちらになっています。描いた後は美味しく食べましょう。お疲れ様でした。